YouTube でなんですけど、うん、ガリガリの野良猫の子猫に、うん、餌を山盛りにしてあげるっていうような、うん、いくつか見かけるんですけど、うん、自分個人的にはそんなことしにいいのかなと思う、うん、それはなんで？いや、小分けにして少しずつあげた方が、うん、いきなり餌ポンってあげて、うん、じゃあさよならじゃ、うん、子猫死んでてもおかしくねえんじゃないのかな。要するにいっぺんに食わすことが健康上良くないってことですね。そう、そうです、うん、まあそれも考えあるよな。究極にガリガリになった動物はさ、一気に餌をやるとさ、胃にみんな血液が詰まっちゃうんだよな、養分を吸収するために。うん、だからそうなるとガリガリな動物ってのは大体一気に貧血を起こしてそれでぶっ倒れるっていうのはある、確かに。うん、だからあんまりにもガリガリになったらば何度かに分けて与えていくっていうのがやっぱり正しいと思う。はじめにある程度活動するために必要な分を与えて、そしてそれでしばらく経ってからまた餌を与えるというのがやっぱり正しいと思う。一気にやると体中の血液が一気に集まっちゃうと、ね、貧血を起こして、ね、ぶっ倒れる可能性があるよね。それが原因で死ぬのも確かにいる、うん、だからそれはね、言ってることは正しい。でも俺はね、その前に根本的にね、てか野良猫をさ、かばっちゃうとさ、期待しちゃうと思うんだよね。一回だけやって、じゃあさよならってすごい無責任だと思うんだ、はい、そのまま連れてってさ、お家で飼ってあげればいいのに、うん、で、それはできないけど一回なら餌やれるっていうの、それすごいかわいそうじゃねえか。猫期待していつまでもついてきたりとかニャーニャーって来たりしちゃうと思うんだよね、うん、それって結構 すごい罪だと思う。だから俺はいつもそういうのがいるときは餌を掘ってさりげなく置いとくのね、食べれるように、明らかに食べれるように、はい、でも俺からもらってて分かんないようにしてやる、俺は。そうしないと、うん、そうしないと心のケアができないよ、猫の、うん、だって猫だってさ、あ、この人ね、優しい人だなって言ってこの人の後ついててみようかなって考えるかも分かんないじゃん、うん、猫ってのはさ、そんなに頭良くないかもしれない、そこまで。だけどもさ、そんなにバカではないと思うのでね、そのくらいのことを考えれたとしても何の不思議もないと思うんだよね。うん、保護で思い出したんですけど、うん、以前、うん、結構大きい愛護団体の代表と、うん、お茶をする機会があったんですけど、うんうん、ビーガンらしくて、うん、それと動物保護って何の関係があるのかなって結構そういう人を見受けられるんですよ、うん、俺はね、全く関係ないと思う。全く関係ないと思う。だってその人が食わないだってさ、その人の家族が食べてるわけだし、その人の両親で多分食べてたと思うし、先祖代々動物を一切食べてない人っていうのは俺はね、見たことがない。カースト制度がある地域の人だけだよ、そんなの。うん、そういう人たちだってさ、卵は食べるとか牛乳は飲むとかってやってるわけだからさ、うん、だから別に大した意味はないと思うよ。そうですかね。うん、でもその前にその人は何で食べないの。いや、なんでか分かんない。いや、食べると動物が飼うとか、動物がなんだ、動物のことを思っちゃうと気持ち悪いとかかわいそうだとか。俺はね、ビーガンでも何でも別にその人が野菜しか食べたくないって言ったら別にそれは自由にすればいいと思うね。うん、そう、肉は食べないでもさ、魚は食べないでもさ、何でもいいと思うね。うん、でもさ、それってのはさ、簡単に言うと極論からいくとさ、もうさ、バカな生き物は食べてもいいけど高等な動物は食べちゃダメって言ってるのと一緒なんだよ、そんなの。だって植物だって生き物なんだから。そこ自分としてそうなんですよね。そうだ、だって植物だって十分かわいそうなんだから。だって俺さ、草刈る時とかさ、植物一定の方だなとかも考えるしさ、特に木だって大きくなればなるほど切るとかわいそうだなってちょっと心が痛むもん。うん、それって人間の勝手な思い込みだよな。うん、自分でもそう思っちゃうんだけど、でも勝手だと思う。うん、だってなんで大きい木がかわいそうで小さい木はかわいそうじゃないの。そんなことあるわけないじゃん。そう、うん、どっちだってかわいそうなんだから、かわいそうかわいそうじゃないかで言えば。それと一緒でさ、そもそもさ、人間がかわいそうだと思うのは自分に近い動物になればなるほどかわいそうだと思うの、はい、うん、だから人間がおそらく人間以外で最もかわいそうだと思うのは
チンパンジーだとかオラウタンだとかゴリラだとか、そしてちょっと離れたところでニホンザルだとかそういうところになって、そしてさらに離れると牛や馬、犬がかわいそうだってなる。で、それよりもうワンランク下がると今度はウサギとかハムスターになってくるんだよ。そしてさらに離れてくると爬虫類になって、ほんで最終的には魚になる。うん、なんで魚は食べていいの、なんで魚を飼いそうじゃなくて犬はかわいそうなんだとかさ、うん、そういうふうになっちゃうの。結局ね、人間っていうのはさ、共食いを防ぐために本能的におそらく同類を食わないように自分と同じ種に近くなればなるほど食欲が湧かないようにできてるんだよね。うん、だってさ、人間にさ最も病気を媒介する動物は人間じゃない、はい、うん、というように自分に近い種類になればなるほど同じ病気を持っているんだもん、うん、だからそれを防ぐために自分に近い動物になればなるほど食欲が湧かなくできてるんだよね。要するに生態的に考えるとね、うん、だからその延長で自分に近い動物とか、うん、そういうのがかわいそうに思えたりとかで、それの派生的に知能が高いとかあるいは知的な動物が余計にかわいそうに感じちゃうね。いや、俺もやっぱり ね知能が高いとか知的な動物にはね食べる気しないよね。やっぱりあんまりかわいそうだもん。でもさ、みんなは飼ったことないから知らないけども、豚だって十分頭いいんだよね。うん、で牛だって頭はいいんだよね。みんなが思ってるよりかはるかにいいのね。うん、でそれを食べてるわけだからさ、結局だからそれを食べてるくせして、イルカはダメだとかそう言ってるのが俺が、ね、よくわかんない。そこまさにイルカなんですけど、うん、最近なんか確かに長スクジラも、うん、なんか漁獲の対象に、うん、なったのか、うん、で自分地域にもよるんですけど、うん、ギリギリクジラ食わなかった世代なんですけど、うん、今日給食とかですね、うんうん、で食に対する、クジラの執着がないっていうのもあるんですけれど、うん、別に流すクジラ取らなくても日本の捕鯨伝統で守れるんじゃないですかって、うんうんうん、そこはなんか俺もちょっと偏ってるんです、うん、いや言ってることは分かるよ。でもさ、簡単に言えばさ、命として考えればさ、ナガスクジラであろうとさ、土クジラであろうとさ、もう一緒なんだよね。うん、だからもうナガスクジラの数が減る分、要するにナガスクジラを捕獲した分土クジラの命が助かるものが増えるんだったらば、まあいいんじゃないの。うん、俺はそういうふうに普通に考えた方がいいかなと思う。うん、そう考えるとさ、クジラ一頭でさ、牛何頭分の肉が取れるかってことだよね。何頭分なんですか、でかいクジラ。いや、計算すりゃ分かんだろうけど、でかいクジラじゃなくても土クジラっていうのでも10頭分以上は優にあるだろう。うん、肉だけ考えたらね。うん、牛とかってさ、まあ見て分かる通り案外食べるとこってないからさ、いっぱいあるけど、うん、いっぱいあるけども、でも一般の人が想像するよりかはそんなにないからさ、牛でも豚でも。うん、そう考えたらば土クジラ程度でもおそらく牛10頭分くらい取れるんじゃないかな、デカめの土クジラだったらね。